はい、どうもマコです。今回のテーマはですね、ブルーマフィアというテーマでやっていこうかなというふうに思います。今日はですね、運転免許のですね、更新手続きがありまして、千葉市にあります運転免許センターに来ましたで、ちょうどですね、もうすでに先ほどですね、こちらの方、建物の中で運転免許の有料免許のね、講習が終わりましたので、まあ、ちょっと、まあ、終わりついでに動画でも撮ろうかなというふうな感じで撮ってますいや、でも平日だったんですけれども、お昼なんですけどね、結構人が多くてね、だいたい1時間半ぐらいで、まあ、一通り手続きを終わらせてですね、まあ、なんか講習とかもいっぱいあってですね、まあ、終わったんですけど、結構時間とかがねあって、ちょっとね疲れたんで、まあ、今日はこの後ね、せっかくこちら千葉市に来てて、あの幕張が近いので、あの海の方にねちょっと移動してですね、散歩しようかなというふうには思っています運転免許の更新の手続きはね、まあ、なんとかね、まあ、終わりましたので、まあ、よかったなって感じなんですけどね、千葉市の交通安全協会の方にね3000円、今入れてきたんですけどね、まあ、この更新のね、あの手続きの聴取のね値段もね高いなって思うんですけどね、なんか僕もうちょっとなんか安ならんのってふうに思うんですよねまあまあ、とりあえず、まあなんとかですね、更新手続きが完了いたしましたので、次の更新までね、あれなんですけど、まあ僕ほとんどね、一応ね、免許はですね、まあ所持してるんですけど、まあほとんど使ってないんですよね、車とか、もうほとんど乗ってないので、まあまああれなんですけど、まあやっぱ執行するのはさすがにあれやろっていうふうな感じなので、ね、とりあえず3000円突っ込んでね、更新してきました。講習の内容はね、有料なんですぐ終わったんですけど、なんかとりあえずね、妨害運転とか、煽り運転とかね、あとは、なんか飲酒運転を気をつけろみたいな感じの、なんか、まあ、ビデオっていうかな、そういうイメージビデオみたいなのを見させられて、で、あとはなんか事故はね、とても危険なので気をつけようっていうね、そういった交通事故のね、恐怖を与えつけるようなビデオを見させられましてねそれで終わったんですけどね、なんか、まあ、講習はね、めちゃくちゃ時間がなかったみたいで、なんか押してはったみたいなんでね、講習人の人は、ね、めちゃくちゃハイスピードでね、説明してはったんですけど、まあまあなんか何言ってるかわからなかったんですけどねとりあえずなんかぼーっとしてたら終わってましたねなので、まあ、ちょっとね1時間ちょっと、まあね、この免許センターでいろいろと更新手続きが終わったので、まあ、ちょっと疲れたので、早速幕張の海岸の方に行ってこようかなっていうふうに思います。ということでカメラを切り替えたらなっていうふうに思います。はい、ということでですね、海浜幕張海岸にやってきましたまあちょっとね、奥の方に進んで、今日はまあちょっと暑いんでね、歩いてきたので風でも当たりながらですね、海岸線を歩いていこうかなっていうふうに思いますので、ね、またちょっと、こんな感じで、奥の方に進んでいこうかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、カメラ切り替えましたので、海岸の方に、進んでいこうかなっていうふうに思います。いや、今日はまだ、まあ、若干曇ってるんですけどね、だいぶ、まあ、涼しいんですけど、結構歩いてきたので、だいぶ汗かいてきたんですけどね、こんな感じですね。風もだいぶ、海沿いはやっぱ風が強いかなって感じなので、まあ、もしかして音声がね、ややノイズが入るかもしれないんですけど、そこはご了承ください。おお、砂浜に到着してですね、こちらを上がって、海の方に、ね、到着しました。おお、砂が、すごいですけどね。人はそこまで少ないですかね。ちらほらいらっしゃる感じですかね。まあでも平日なんでね、人は少ないなって感じですかね。なんかあちらの方にですね、海パン野郎ですかね。すいません。ちょっとやってください。また怒られるんでね。まあまあでも裸ではないんでね、大丈夫だと思うんですけど、あちらの方に泳がれていたんですかね。
パン野郎がいましたね。で、こんな感じで、おお、波の音も結構聞こえてますしね。だいぶ今日がやっぱ少ない感じなのでね、貸し切りですか？だいぶ涼しい風が、心地よい千葉の風がね、来てますね。ああ、でもだいぶやっぱ海沿いやからね、この塩分の匂いもこう感じ取ることができますね。海沿いに来ましたね。津波がね、小さな津波ですけどね。すごく人も少ないし、いい感じですね。ちょっと拡大するんですけどね。人が邪魔なんで、あれなんですけど、あれが若干うっすら見えるのが、スカイツリーですかね。で、この手前の建物、このドライフの建物が、確か、ZOZO の工場でしたっけ？ ZOZO ですか？ ZOZO ですね。ZOZO タウンの工場が、まあ、見えるという。太陽もね、若干、まあ、うっすら雲がかかってる感じなんですけど、ただそこまで天気は悪くないかなって感じになって、海の塩分を取りながら、そよ風に当たり、津波の音をね、噛み締めて、ウェーブに癒されながら、休憩をして、帰ろうかなというふうに思います。免許の講習で、一つ気づいたことがあったんですけど、初心者マークってあるじゃないですか。免許を取ってから、車にね、運転をする際に、ペタって車に貼って運転しないといけないんですけど、マークの中で、今日ね、あ、こんなんあったんやと思って発見したのが、障害者マークっていうのがあるみたいで、で、それがなんかクローバーのマークだったみたいですね。これなんか、初耳やったなって感じで、これ確かそうやったと思うんですけど、講習がね、めちゃくちゃ早口やったんで、講習官の方の話がね、ちょっと全然耳に入ってこなかったんですけど、確か合ってるとは思うんですけど、多分ね、合ってれば、まあ、そういう障害者の、なんか運転免許の、運転のね、運転する際のマークが、車に貼っ付けるマークがあるみたいですね。今日はそれを知れたぐらいですかね。あとはなんか運転免許のね、教本とかもいただきましたけどね、まあ、またなんか動画ネタにね、使える内容があったら、どんどんそういうの、安全性は大事なので、ちょっと有効活用していただこうかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ここら辺とかはですね、ちらほら釣りに来られてる方とかも結構いたりはしてますね。結構こう今望遠にしてるんですけどね、うっすらと人影が見えたりとか、あとは奥に船が通ってたりとかしますね。ちらほら人の影も見えたりとかしてるんですけどね。いい感じに休憩できてますのでね。もうそろそろ、今ちょっと夕方ぐらいになるんですけどね。日が落ちてくると暗くなってくるので、まあその前にはちょっと帰ろうかなって感じなんですけど。今は、海沿いの方に、ね、来て座ってます。はい、ということでですね、まあ、こんな感じで、海沿いをね、風を当たりながら、まあ、ちょっと休憩をがてらにね、海浜幕張海岸にやってきました。
まあ、だいぶ平日だしね、人もほとんど少ないし、だいぶ快適なちょっと気分転換というかですね、休憩になりましたので、ちらほらと帰ろうかなっていう風な感じなんですけど、ここら辺とかで夏とかになると花火とかってやっていいんですかね花火とかしたら面白そうだなというふうに思うので、ね、今日はですね、まあ、かなり久々に幕張の方に、ね、免許の更新手続きついでに来たんですけれども、この後もちょっとね、幕張の街並みとかを、ね、楽しみながらですね、帰りたいなというふうに思いますということで今回は免許の更新やっと終わりましたということで、またね、まあ、僕ゴールドで有料でね、ほとんどほとんどもう車は今全然乗ってないんですけどまあただなんか身分証であったりとかね、まあ、そういうものが使えるし、まあ、いつまた今後ねいつか車運転する可能性とかもあるのでね、まあ、ちょっと更新できてよかったです。であとこんな感じで、海岸沿いに来たんですけど、だいぶこういった広々とした空間にね、来るのもいいのかなって思うので、まあ、もしですね、まあ、海沿い近場の方であったりとかね、まあ、海が近い方とかいたらね、まあ、行くのもいいのかなという感じます。ということで今回はこの辺にしておきます。この動画では日々の体験談を動画として投稿しております。ということで今回はこの辺でバイビー。